皆さんこんにちは、 SGP フォレスター TV です。さあ今回はですね、私どこに向かっているかと言いますと、なんとスバルさん主催の新型レヴォーグ試乗会に向かっております。いやー、正直ですね、驚いたんですけれども、この SGP フォレスター TV に新型レヴォーグの試乗会があるんですけれども、いかがでしょうかということでね、お声がかかりまして、いやこれはね絶対に行きますということで、新型レヴォーグ試乗会に参加させていただきます。今回はですね、この新型レヴォーグ試乗会で感じたことをたっぷりとお届けする予定ですので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは行きましょう。はい、ということで今回は新型レヴォーグ試乗会第1弾、新旧レヴォーグ STI スポーツ乗り比べをお届けします。果たして新型レヴォーグの進化を感じられたのか、そして最後にはなんとあの方から皆様へメッセージをいただきましたので、ぜひご覧ください。はい、ということでまずは旧型レヴォーグからいきたいと思います。さあでは行きましょう。その旧型レヴォーグもちょっと久々なので、どんなフィーリングか味わっていきたいと思います。でこの後に新型のレヴォーグに乗る予定となっておりますので、またその違いもですねお届けできたらと思います。でまずアイモードですね、インテリジェントモードからスタートしていきたいと思います。それでは行きましょう。こちらのモデルは 1.6 リッターターボということですね。でまず軽く普段通りに走っていきたいと思います。あ、結構下からのゴツゴツ感が伝わってくるなという印象がありますね。でアクセルを踏むと若干ちょっと遅れて加速していくという印象があります。まっすぐでしたっけ、こっちか、ごめんなさい一瞬分かんなくなってしまいました。さあ 今の路面状況としては、若干ねコツコツしてるところをね走っておりますけれども、コツコツコツっていうのがシートを伝わって体にね感じてくるなという印象ですね。さあここから軽く数字ですね。で大きく旋回していきます。ぐーっと切り込んでロールは少なく、曲がっていく気持ちいいですね。結構気持ちいい。そうだ、ここマンホールエリア。なるほど。結構やっぱりこうちょっと車の硬さっていうか、そういうのをね若干感じるかなという印象ですね。まあでもこのね旧型のレヴォーグですけれども、やっぱりねドライバーの意のままに操れるというか、操作性はとても良いなという、そんな感じはあります。ちょっと追いついてきちゃったかなちょっと前の車に追いついてきたので、若干ねスピードを緩めていきましょう。でだいたい今時速として、40キロぐらいですね、市街地を走る一般道の、制限速度ぐらいですけれども、まあねこのぐらいで走る分には 1.6 リッターターボでも、まあ、そんなにレスポンスの悪さっていうのは感じませんけれども、ここからちょっとね踏み込んだ時ぐーっというね、加速感が出るなという印象ですね。で普段自分は、まあ、2.5 リッター、排気量はね違いますけども FB25 乗ってるので、この辺の、ちょっとラグというか、ターボ車っぽいところは、まあ、ちょっと私の体にはまだ馴染んでないので違和感として感じてしまいますけれども、まあ、おそらくね、ターボが好きな方はこういった加速感っていうのがこうたまらないのかなという、ね、そんな印象もあります。
きく旋回していきます。入って入って、でも高速、こういった高速コーナーは、フォレスターもね気持ちいいんですけれども、レボーグはさらにね気持ちよさっていうのはありますね、やっぱり。これはいいな。さあまたマンホールですね、マンホールエリア下からドスン。やっぱ車がこうググッと揺さぶられるっていうね、そんな印象ですね。さあ、であともう一周いきます。さあちょっともうちょっとね間隔を空けて、これで S モード変えちゃっていいですか。さあ、じゃあ最後はね、S モード行きたいと思います。さあ S モードになると、おやっぱりね、アクセル操作に対してのレスポンスっていうのは上がってくるなと。さあここからまたちょっと大きな段差に乗っていきます。あ、そっかそっか、ドンって超えた時に1、2で、車の揺れが収まるかなという印象ですね。この辺新型がどう変わってくるかちょっと、期待したいところではあります。あと 1.8 リッターターボの、アクセルレスポンスのダイレクト感というのもね個人的にはとても気になっていて、やっぱり NA からね、乗り換えた時にこう違和感がないのかどうかっていうのもね、ちょっとそのあたりもねチェックしていきたいと思います。おー気持ちいい、気持ちいい。まあ久しぶりにこのね、旧型のね 1.6 リッターの、レボーグ乗りましたけれども、いや普通にねこれはこれでいい車だと思うよ、本当にいい車。ただおそらくまあ新型なのでね、これを超えてくるというか超えてもらわないと困っちゃうっていう感じはありますけどね。ちょっと今度は、新型レボーグに乗り換えていきたいと思いますので、そのあたりもちょっとチェックしていきたいと思います。はい、ということで今度はですね新型レボーグ STI スポーツに初乗りさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう乗った瞬間からまずね驚くのがこの液晶メーター、そしてこの大型のディスプレイで、私個人的にねスバルに乗ってる人間としてやっぱ安心できるのはこの視界でございますね。視界の良好さは、スバル車らしさを感じるといったとこですね。さあでは行きましょう。初乗り楽しみですね。お？ちょっとこれはアクセルレスポンスがさっきの 1.6 より良いぞという印象がありますけれどもね、楽しみで。ちょっと待って、ノーマルでしょ。ノーマルです。はいはい、行きます。さあでは行きましょう。おお全然違うそしてコーナーを抜けていきます。うわすげえ、ステアリングがうわ滑らか。おお全然違うではありませんか。先ほど旧型を乗りましたけれども全然違う、本当に同じような速度で走っててもこっちの方が安全感はもう圧倒的に高いです。で左側大きな段差に、うわっさっきはちなみに2回ドスンドスンで収まってた、振動が1回ですっと綺麗に収まってしまった新型レボーグ、鳥肌が立ってます
やばいぞこれは。今ねちょっとゴツゴツしている路面ですけれども、明らかにさっきの旧型に比べると、体に感じる振動っていうのは少ないですね。で何よりね、一番ちょっと個人的に驚いたのはやっぱりこの、ハンドルの滑らかさ、これはすごい本当に。でさっきと同じ速度域で走ってるんですけれども、こっちの方がゆっくり走ってるように感じます。全然まだいけちゃうって感じ。うわ、いや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 、すごいぞこれは。ちょっとね導火線に火がつき始めましたでマンホールいきます。マンホール、あー全然違う。やっぱり体のね揺れ加減がさっきより、少ないですね。そうだ、ここマンホール、マンホールエリアで、マンホールいきます。マンホール、あー全然違う。やっぱり体のね揺れ加減がさっきより、少ないですね。じゃあ次コンフォート。はい、今度はコンフォート、はい、キャラ編奥様モードですね、はい、あもうここでねすでに違いを感じます。ハンドルの、軽さっていうのが、重さっていうのが若干軽くなりましたね。おーすげえぞ。うわーすごいしっとりさがさっきのノーマルモードに比べて強くなったというか、よりしっとり。奥様これで買い物に行ったら大喜びですよこれさあでは先を、今度コンフォートでまた左側乗ります。おほほー、ノーマルモードよりが明らかにソフトな感じなんですけれども、全くね変なふにゃふにゃしてる感じじゃなくて、これでね車酔いとかはねまずないぐらいの、しっとりさというか揺れだと思います。ちょっとブレーキをさっきからずっと踏んでないので、今度ちょっとブレーキをね踏んでいきたいと思いますね。では今度は、ちょっとブレーキ見ましょう。ちなみに私も、フォレスター SK 乗ってますけども、まあ、SK の、ね、ブレーキも大好きなんです。なんですけれども、ちょっと待ってこれ、ああ違うSK のフォレスターの気持ちよさをさらに乗り越えていったぞという印象ですね。さあ今度はまたマンホールゾーンですね、行きたいと思います。お、このね左側から来る、助手席側から来る揺れっていうのがほぼ皆無。さあ今度はじゃあスポーツ、いきなりハンドルが重くなった。今度はスポーツプラス、お父様モードいきますお父様モード、あでもこれハンドル重くなってスッとフロントが入っていくけれど、足がまあ先ほどよりかは硬くはねなっているんですけども、全然不快な硬さではないですね。でまた左側にタイヤを乗せて、おおこれはすごい。ちなみにどのモードでもあそこの、左側のね、大きな起伏はもう1回で収まってます。先ほどの旧型レボーグはあれは2回でしたから、すごいし全然違う。さあ今度は SG 入っていきます。いやーもう導火線半分火ついてますわこれSG 行きましょう。 SG もうねこの SG に入った時もこの体の揺さぶれ感っていうのが少ないなっていう、そんな印象ですね。そしてブレーキング、ああ気持ちいいいやーこれはやばい、これはやばすぎるよ。さあでは最後スポーツプラスで、マンホールゾーンに入ります。さあスポーツプラスでの車の揺れっていうのはどうか。あやっ
ぱり左側から来る入力っていうのはほぼ感じないな、これすごい。参りましたいやー、ここまですごいとは思わなかったな。正直ね、SGP に変わったインプレッサスポーツでものすごく私衝撃を受けて、お今 AED が作動しました、ね、素晴らしい機能ですね、はい、ありがとうございます、インプレッサスポーツで衝撃を受けて、まあ、素晴らしいの購入に至ってるんですけれども、今回この、新型レヴォーグ STI スポーツに試乗させていただいて、もうはるかにもうそれを上回ってるなという、そんな印象です。いや、これからまだ試乗プログラムがあるということなので、とても楽しみになりました。ありがとうございます。新型レヴォーグ、開発責任者の小島でございます。レヴォーグの魅力、先進安全、スポーティー、ワゴン価値ということで、私から説明させていただいてますが、はい、なんといってもですね、このエクステリア、この見た、このまずそこが、この性的には一番いいんじゃないかなと思います。ポイントはですね、はい、こう止まっていながらこう今にも走り出しそうなデザインということで、この前傾姿勢をしているんですね。車が真ん中を通る軸を少し前側を下げて、もう今にも止まっていながら今にも走り出しそうなデザインというのがまず一つ目のポイント。あと二つあります。二つ目はですね、この立派なフロントマスク、このヘキサゴングリルはですね、これ六角形ですね。スバルは六連星ですので、そうですね、はい、六角形で、それをよりしっかり六角形に今回しまして、うん、でこの六角形から全てのこうキャラクターラインがこう伸びていくんですね。うん、なるほど。こう放射状に、はい、こうフード、サイド、下側に伸びていく。でヘッドライトをスバルの水平対向のピストンをイメージするコの字、うん、これがクランクシャフトでコの字でピストンですね、水平対向のイメージにして小さくしてワイドアンドローのフロントマスクを使っている。で、そのキャラクターラインがですね、ずーっと伸びて後ろにまでつながっていくと、ここで一回こっちに切り替えてリアまでずっといくっていう、これもキャラクターラインがポイントですね。ちなみにこれ V の字にちょっとなってますけど、あ、そうですね、これビジブラインって言ってますね。あのコンセプトカーでよく言うビジブラインあります、ね、はい、あれの V 字で、最後がですね、なんといってもこのフェンダーですね。このフロントとリアのフェンダーの出っ張りですけども、はい、スバルは AWD ですので、四輪で大地を蹴って走ります、うん、はい、そのイメージを一番デザインで伝えられるのはこのフェンダーの出っ張りですので、そこをきちんと、張り出させて今もうダッシュしていくぞという勢いを感じられる、うん、もうレヴォーグのまずもう本当に見た目の第一番目の売りはこのエクステリアデザインだと思います。非常にこうスタイリッシュなデザインにしてかなりスッキリしてるんですけども、やはりこのインフォテインメント、あの 11.6 インチのインフォテインメントシステムを使いまして、いろんな細かいスイッチを機能に全部あのインフォテインメントにあの統合しちゃってるんですね。それなんで非常にあのスッキリあのクリーンなインテリアになってるんですけど、それとあと、シフトの位置を少しこう高くしてまして、はい、座っていただくと本当に包まれ感、そうですね、コックピットに座っているような包まれ感、しかし視界は非常に素晴らしい、とても良かったです、はい、いいというのを実現しています。でさらにこのインフォテインメントシステムなんですけども、メーターはアイサイト X は 12.3 インチのフル液晶メーター、それと 11.6 インチのセンターディスプレイということで、本当にデジタルコックピットという組み合わせでできてるんですけど、うん、角度が合ってるんですね、ピタリと。あー、なるほど。メーターとナビの角度が合ってる、はい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 、飛行機のコックピットってこうモニターがペタッと綺麗に出てるじゃないですか、はい、やはりこう高度運転支援の時代になりますと、やはりコックピットのオートパイロットのようなやはり情報を、ドライバーが得たり、うん、あるいはドライバーの方から意思を伝えたりということは、車と このコミュニケーションが必要になるということで、見やすいようにこのモニターの角度を合わせたというのがポイントです。あと乗っていただくとこのシートですね、はい、本当にこう乗り心地がいいと思うんですけども、今回あの座ると適度にたわんで骨盤を支えて、うん、で背筋がシュッと立ちます。そうするとロングドライブでもですね、こう走ってても体がぶれないというのと、もしスポーティーな走りをした場合にはこの肩のところがですね、この動きを抑えまして、コーナリングをしても体をぶらさないと、
すなわち操作が乱れないということで、本当にスポーティーで、うん、安心できるシートができています。今回初めて初乗りとして使用させていただいたんですけれども、はい、普段フォレスターに乗ってる、はい、私なんですけれども、正直びっくりして、もうちょっと導火線に火がつき始めたとい、ね、った、形です。で、私のチャンネルにも結構コメントで先行予約したよとか、はいはい、あとこれからちょっと、買おうかなと思って考えてるんだよっていう方がいらっしゃいますので、ぜひそういう方々に向けてメッセージをお願いできればと思います、はい、本当に今いろいろなメディアを通じて、情報を出させていただいて、大評判で先行予約も好調なんですけども、本当にお乗りいただくと、はい、もうなお一層この良さが伝わると思いますので、はい、もうしばらくお待ちいただけますとディーラーで試乗ができますので、ぜひ体感いただいてご検討いただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはぜひ乗っていただければと思いますので、皆さんお楽しみにしてください、はい、ありがとうございました。さて次回はこちらも大注目のアイサイト X やプリクラッシュブレーキ試乗体験の模様をお届けします。もうね、アイサイトツーリングアシストな、おっと、この続きは次回のお楽しみ。それではまた次の動画でお会いしましょう。引き続きチャンネル登録もお待ちしています。